ブガッティ 100P ブガッティ 100P は自動車メーカーブガッティが1930年代にフランスで計画したレース用飛行機。1938年、エッドオーレ・ブガッティはフランスの石王ドイチュデラムルトが主催したエアレースドイチュデラムルトカップの1940年度大会での優勝を狙い、ルイ・ドゥ・モンジュをチーフデザイナーとして 100P の設計を開始した。しかし、完成が レース参加申し込みの締め切りだった1939年9月に間に合わず出場はならなかった。また、第二次世界大戦が勃発した際、フランス政府が 100P の技術を新型軽量戦闘機の開発に応用することをブガッティに提案しているが、これは断られている。その後、ドイツ軍がフランスに進行した際、ブガッティは85%まで完成していた 100P を、 硬い中のナヤに陰ク。100P はそのまま終戦まで隠され続けた。戦後、100P は再発見され、現在ではアメリカウィスコンシン州の EAA エアベンチャー博物館に展示されている。機体はバルサ材と鋼材を重ねた木材からなる全木製の単葉機で全身翼と全鋭にエアインテークを持つ V 字尾翼を有する。着装置は引っ込め エンジンはブガッティが独自開発したタイプ 50C をコックピット後部の胴体内に2機装備し機種の二重反転プロペラを駆動させている。計画値における最大速度は約時速 805km を予定していた。このほか、待機速度に応じて揚力、効力を制御する自動フラップや主翼公園から空気を排出する空気抵抗をほとんど生まない冷却システム。 自動着陸装置などを備えていた。なお、レプリカ機の製作時に変速機の強度不足が発見されている。製作途中の 100P のレプリカ機2009年、ブガッティファンのエンジニアなどからなるチーム、LE レーブブルーが発足し、100P のレプリカ機の製作プロジェクトを開始した。製作には、オリジナル機と同様の資材や工程が用いられているが、エンジンは、 スズキ GSX1300R ハヤブサのものに変更され、強度不足が発見された変速機には解説系が加えられている。2011年に製作段階の機体が公開され、2014年3月にはカリフォルニア州のマリン自動車博物館で未成状態の機体の展示が行われた。レプリカ機の初飛行は2014年秋を予定していたが、 完成は2015年にずれ込み、同年7月3日に初の地上滑走試験を8月19日に初飛行を行っている。しかし、飛行中に左へ急旋回した後に墜落する事故が2016年8月6日に発生し、機体は破壊され、パイロットを務めていた LE レーブブルーの中心メンバー、スコッティ・ウィルソンが死亡した。出展 EAA。 ありがとうございます。